こんにちは、ほめほめドッグトレーナーゆかです。はい、はい、あ、はい、そこがワンちゃんが決めた排泄場所、トイレっていうことなんですね。なのでワンちゃんが、人間が飼い主さんが決めたトイレをトイレと認識していないっていうのが問題なので、解決方法としてはいくつかありますけども、ワンちゃんが決めた場所をトイレにしてしまうっていうのが一番簡単だと思います。その一箇所だけに定めているとしたら、もうそれは好都合なので、そこにトイレを設置すればワンちゃんそこで毎回して成功、お利口、ご褒美で、ワンちゃん嬉しいで、飼い主さんも嬉しいという、お互いハッピーになる一番簡単な方法だと思います。ただもしその場所が飼い主さんにとって不都合な場所だとしたら、飼い主さんが決めたトイレをワンちゃんにトイレというふうに認識してもらう必要がありますよね。それはワンちゃんが勝手に自動的に行くっていうことは無理なので、飼い主さんが誘導してあげる必要があります。それがトイレトレーニングなんですけども、方法は簡単に説明すると、ワンちゃんのトイレのそのタイミングっていうのは、飼い主さんがワンちゃんをフリーにしている間ずっと監視をして、トイレをしそうな仕草をしたら、おやつやフードを嗅がせて連れて行って、そしてトイレに入れて、声がけ、そのトイレの号令をかけて、号令の合図決めとくと便利なんですけども、ワンツーとかおしっこおしっことか号令をかけてするのをまずしたら、即座に褒めてご褒美、それを繰り返すとワンちゃん今までしてた場所では何もいいことない、でも飼い主さんが決めた方のトイレでしたらいいことあるっていうふうに認識すると、そっちの方でした方が得なので、そこで排泄をするようになります。まとめると、方法一つ目はワンちゃんが決めた排泄場所をトイレにしてしまう、そして二つ目は飼い主さんが決めたトイレでトイレトレーニングをするということの二つになります。ということで、トイレについてのお悩み、他の皆さんも何かありましたら答えたいと思いますので、コメントくださいね。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らすための方法や考え方をお伝えしています。興味のある方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。